リバーサイド、ここはいつ来ても気持ちがいいわね。私もよく早朝の運動に来てますね。だが少し匂うな。とりあえず軽く回ってみるか。バンちゃん待ってたわよ。あら、バンちゃんにエレインちゃん、みんなもいらっしゃい。今日は正午から開けてるけど、思っていたよりもって感じね。どこかで大規模なイベントがあるときはこのくらいになることも多いけど、バンちゃんたちが探っている例の計画の余波かもしれないわね。でも確かに認めるわ、そちらの彼女が以前からのお得意様だって。しばらくぶりかしら。もう皮肉はやめてちょうだい。素顔での対面は初めてね、アークライド。オークレール城に裏解決屋のみんなも、この時間に来れば会えるかもってベルモッティさんに言われた通りになったわね。ええ、いつもやってたバイク便、いきなりやめて申し訳なく思ってたから。特にあなたたちはお得意様だったのに、ろくに挨拶もできなかったからなおさらね。怪我をしたのは本当、ただ復帰は可能なレベルだったわ。私が計画への参加を打診されたのは3年近く前の帝国との大戦の終結直後、次期大統領の要請によりパパハーリング大将経由でのお誘いがあったのよ。パパは最初は半信半疑だったけど、私は真っ先に飛びついちゃってね。何せ早急の彼方、大気圏外の宇宙に行ける最初の人間になれるのよ。これでも対戦初日に戦果を上げてたから、1階級特進での退役を決めちゃったわ。1年にわたる厳しい訓練を終えてからは、
出たばかりの動力バイクで運び屋も初めて。しばらくしてから記者さんの紹介でアークライドとも出会ったんだったかしら。あら、バイトのつもりはないわ。どちらも本業だと思っているしね。始めた理由は簡単。パイロットとして、宇宙飛行士としての実践訓練になるからよ。ええ、その通りです。最初は Z1 と迷ったのだけど、女性ドライバーがほとんどいない世界だし、有名になるとまずいからバイク便にしたの。公道を走りながら絶対に事故は起こさず、コンマ1秒のタイムを詰めて荷物を届ける。今ではパイロット以上の天職と思ってるわ。タメ口でいいし、エルメスでもいいわ。28だからあなたより3つ上かしら。ああ、アークライドもそうなんだっけ。これが私だし、お得意様を手放すつもりもないから。計画が無事完了したらバイク便もちゃんと再開させてもらうわ。その時はどうかご贔屓に。せめてそのくらいは言っておきたかったの。ほんと鼻が利く男ね、アークライド。なんなら顧客以上の関係になってみる？年下だけど結構タイプだったりするし。何でも言ってちょうだい。いや、あん、もう行っちゃうの？お待たさん、お届け物だよ。
どれ。4SPG 始めるとしましょう。
渡るぜ。さーて、アップするか。
これで解決だね。入金を確認したわ。確認いたしましょう。4SPG 始めるとしましょう。では向かうとしよう。
さあ出発せんぞ。
これにて一件落着。報酬が振り込まれたわ。解決業務開始だね。ちょっといいか。聞かせてもらうぜ。ちょっと失礼します。
やっぱり一仕事終えた後の一杯は最高じゃな。そうさ、マクシム君にジョルダーノさんもノンアルですまんが遠慮なく飲んでくれたまえ。ゴッチ監督が引き受けた最新作パーフェクトドライバーゼロ、僕の俳優としてのキャリアもますますステップアップしてしまいそうですね。コードを使ったレースシーンもなかなか決まってたぜ、ブラザー。どうだい、いっそ非公式の行動レースにもエントリーしまうのは。いや、さすがにそれはバン君と散々やってしまった気がするが。
ガツンとくるぜ。聞かせてもらうぜ。任務完了。お疲れ様でした。入金を確認したわ。いらっしゃいませ。Thank you.
ん？お主ら首都に来ておったのか。あ、ベルガルド先生。ご無沙汰しています。バンさんたちも。おい、こら、アークライド、てめえどういう猟犬だ。姉弟子たちを差し置いて先生と町巡りとか、どうすべき筋はどうしたん。ま、仕方ないかもしれません。未だ未熟な裏弟子ではありますし、前回の事件でようやく一人前の弟子として顔向けできるくらいにはなったようですが。どれどれ。さあ、出発せんぞ。ジュディス
これで決めます。終わりです。インフィニティシーカー。ジュディ様、条件解放よ。ミッション開始といきましょうか。覚悟はいい？用意しなさい、グリムナイトレイズ。夏の新作映画がいくつか公開され始めてるわね。長靴を履いたミッシーの続編はいつ発表になるのかしら。まあ気長に待った方がいいんじゃねえか。本日はご来館ありがとうございます。まもなく一番スクリーンを開場いたします。チケットをお持ちのお客様は入場口までお越しください。目覚めろ、俺の中のオーラ。いらっしゃいませ。以上です。皆さん、つまらない推理にお付き合いいただいてありがとう。すごい、まさか時刻表にそんなトリックが隠されていたなんて。でもよ、結局犯人は分からずじまいじゃねえか。もう何も信じられない。誰よ、一体誰が夫を殺したの。落ち着いてください、マダム。私の話はまだ終わっていません。確かに被害者のグレグソンさんは裏であまりに多くの恨みを買いすぎていた。ですがこの殺人は隠れ蓑に過ぎないのです。裏で起きたもう一つの殺人事件を隠すためのね。え？もう一つの殺人事件。乗客の行動を極めて巧みに操り、この状況を作り上げた人物がいるのです。そして私の推理の流れをも誘導し、今まさに誤った結論に着地させようとしている。そうだね、ウィルソン君。え、どうしちゃったんですか先生。いきなり何を言い出して。しらを切るつもりかね。君がその気ならば仕方がない。今こそ語るとしよう。私にとっては最も辛く残酷な真実をね。Thank you.
誰も死なせたくないんだ。だから力を貸してくれ。俺の中の命のオーラ。バカな。俺様のダークネスを焼き切っただと。アキラ君、ついにやったんだね。あの野郎、この土壇場で覚醒しやがったぜ。しかもあのオーラは。ありがとう、師匠。あの時もらった炎、今ならわかるよ。こいつは願いの形なんだ。だから俺の意志でどこまでも強くなる。このパワーはありえん。こんなガキどもにレジェンズのオーラが扱えるわけ。行くぞ、仲間たちの分もお返しだ。アルティメットバースト！うわー！この俺様が！試験休み中なのもあってか、辺りも少し静かに感じますね。ま、
今頃生徒どもは試験明けでパーッと遊び歩いてるだろうしな。さすがにあなたみたいに羽目を外しすぎたりはしていないでしょうけど。アニエスさんは生徒会だったね。差し入れ喜んでくれるといいな。アルベール、ここ間違ってる。合同会社じゃなくて合資会社だよ。え、そうなのか。有限会社もあるし、何がなんだか。そちらのリストは引き取ります。去年のデータを見つけましたから。役立ちそうな資料を集めたよ。端末に送るから参考にしてみて。助かります。思った以上に大変そうだね。なんだか難しそうな整理をしてるみたいですけど。部活動などの学内備品の納入業者の選定リスト作成ね。毎年ある程度見直されていて、生徒会の最初の仕事ではあるのよね。あったな。ルネにこき使われたもんだぜ。想像以上にハードね。そういえば今聞こえたのって。ええ、あの方のようですね。すまない二人とも、それに先生も。まさかここまで大変だったなんて。まあまあ。しかし去年は蓮先輩がほとんどやってくれてたんだね。先輩ももう少し私たちに振るべきだったって言ってましたね。何でもできるレンちゃんもいろいろ思うところはあるみたいだね。あ、ひょっとしてバンさんたちですよね。どうぞ入ってください。失礼するぜ。お、大変そうだな。それにあんたの方はお久しぶりか。そうですね。エレインさんも一緒だったんですね。で、もしかしてあなたは。ベルガルド・ゼーマンだ。噂は金がね、ハーシャル長。NGO にトールズでの活躍も含め、
一度お目にかかりたいと思っていた。恐縮です。私こそガイウス君からいろいろ。とりあえずお疲れ様。やっぱり生徒会って大変なんだね。陣中見舞いに差し入れを持ってきました。これアンダルシアの夏季限定ケーキらしいんだけど。わあ、ありがとうございます。ごちそうになります。正直脳の糖分が切れた気がして。生徒会の仕事は頭を使うものね。よろしければ紅茶などお入れしましょうか。いえいえ、そこまでは。すぐに人数分用意しちゃいますね。お客さんが来てるみたいだけど、なんとか一区切りついた感じかしら。
ません。お仕事中にわざわざ送ってもらって。でもこの車以前乗せてもらいましたけど、やっぱりすごく乗り心地がいいですね。聞いてますけど、皆さん本当に素敵なご関係ですよね。それぞれいろいろな出身と伺っていますけど、一緒にいてすごく自然というか。そうですね、在学中にはいろんなことがありましたし、卒業後も各方面に分かれましたけど、ずっとつながっていろいろ乗り越えたりもして、白状すると私が共和国に来たのはその一環であるところも大きいです。そんな風に言われるほど立派に動けてるわけじゃありませんけど、でもそうありたいと私も仲間も後輩のみんなも感じているとは思います。改めてよろしくお願いしますね。
you